エディバウアーはアメリカのファッションブランド及びその創設者以下ブランドを中心に日本法人についても記述するカジュアルウェアやアウトドア用品を中心に製造販売を行いアメリカのほかカナダ、ドイツ、日本で展開している1920年ドイツ系アメリカ人のエディバウアーがアメリカのシアトルにおいて自身の名を用いて スポーツ用品店を創業したのが始まりである。現在も1号店がシアトルにある。1936年にはダウンパーカーを発案した。高所登山やスキーなど、特にハードコンディション向けの製品は、ファーストアセントブランドで展開している。2003年、当時の親会社が連邦倒産法第11章の適用を申請し、2005年に再生手続きを終えた。 2009年6月17日、再度チャプター11の適用を申請し、債務整理による構成手続きに入った。負債の膨張、本業不振による資金繰りの悪化に禁する。その後、全米160点中100点の存続が決まった。神戸元町店日本では、オットージャパンとエディーバウアー社との合弁会社、エディーバウアージャパン株式会社によって運営。 1994年、東京、自由が丘に1号店をオープンした。直営店のほか、カタログ通販、オンラインストアを通して、アメリカンカジュアルウェアを提供している。2009年の米エディバウェルホールディングズインクによる連邦破産法11条申請後も、エディバウアージャパンは、独立した会社として、日本における店舗の営業を継続している。米エディバウアーが、 破綻、2億ドルで見売り。アフプブニュース。2014年7月29日閲覧。エディバウアー、自由が丘店を移転リニューアル。流通ニュース。2014年7月25日閲覧。ありがとうございます。